はい、こんにちは、谷田キトラです。ステイホームで過ごす時間のために毎日1枚ずつアルバムを紹介しております、ピースオブミュージック。今日ご紹介するのは立花はじめさんの H というアルバムです。いやー、この立花はじめさんっていうのは僕がねめちゃめちゃ好きなアーティストですね。ちょうど僕が学生時代の頃、プラスチックスを解散してサキソフォンアンサンブルによるソロ活動を作って第一作目がこの H なんですが、ちょっとこの H に触れる前にちょっとサキソフォンの音楽について、少し話したいなと思います。というのは僕は、高校生そして大学とアルトサックステナーサックスをずっと吹いてたんですね。いや、サックスっていう楽器がめちゃめちゃ好きなんですよ。なんでサックスが好きになったかっていうと、それはもう渡辺貞夫さんの影響ですね。確実にちょうど1970年代の終わりから80年代にかけて、テレビの CM 音楽で渡辺貞夫さんがこう活躍しまくってた時期なんですね。ちょうど僕は中学生で大人になりかけみたいな時期っていうのはですね、こう男性化粧品、ブラバスとかバイクに乗りたいなと思って、このヤマハのタウニーとかね、バイクの CM、 そして男性化粧品の CM、 時計の CM、 あとコカ・コーラの CM をやってたような気がしますね。そうするとね、若者の、ちょうど中学生としてはかっこいいなと思う大人のライフスタイルの BGM はもういつも渡辺貞夫なんですよね。そしてこの渡辺貞夫が登場する CM にはこう必ずカリフォルニアの青い空があって、そしてビーチがあって、そして渡辺貞夫さんのサックスの音があったわけですね。かっこいい男のライフスタイルというのはもう渡辺貞夫さんが BGM になっている、そんなイメージですよね。で、僕は高校に入ってすぐにこのブラスバンド部に入って、そしてアルトサックスを吹き始めるんですね。最初は渡辺貞夫さんに憧れているわけですけども、徐々にこの渡辺貞夫さんのルーツであるところの4ビートのジャズとかにだんだん興味を持ち始めます。渡辺貞夫かっこいいけれども、そのルーツはやっぱチャーリーパーカーだろうって話で、チャーリーパーカーを聴くわけですね。そしてチャーリーパーカーを聴いてるうちに、いやいや、アートペッパーかっこいいじゃないかと、アートペッパーになる。最初はアルトサックスから入るんですけれども、やっぱサックスといえばテナーサックス、ジョン・コルトレーン、ソニー・ロリンズ、こういったのをどんどん、こういったディープなジャズをどんどん聴くようになっていくんですよ。そして大学に入るとともに、ブラスバンド部自体は部室にあったアルトサックスを吹いていたんですけれども、大学に入ってテナーサックス、中古のテナーサックスを買って、そしてジャズ圏に入るんですよね。いろんなジャズの演奏をいっぱい聴くようになる。で、そしてこの泥臭いジャズとかもいっぱい聴くようになってるんですけれども、だんだん僕の思考がこの泥臭いファンキーなサックスっていうのは、いいんだけどあんまり自分には向いてないな、割とスクエアな白人のジャズとかが好きなんだなっていうことがだんだん分かってくるんですね。スタン・ゲッツみたいなボサノバと合わせた軽い感じのサックスも好きになるんですが、いろんなサックスを聴いてるうちに最終的に僕がものすごく好きになったのはリー・コニッツという人ですね。黒人のファンキーなジャズの真逆、クールで冷たい響きのジャズがすごい好きになっていくんですよ。全然暑苦しくない感じ、こう機械的で冷たい音のサックスが好きになるんですね。北欧のジャズっていうところにどんどん惹かれていったりとかするんですが、ある時コンピューターでサンプリングしたような冷たいサックスの響きを弾くんですね。それが立花はじめの、はじめず H の音だったんです。それもそのはず、この立花はじめさんは当時出てきたイミュレーター、いわゆるサンプラーですね、サンプリングしたサックスの音を真似してサックスで吹くみたいな、そういうタイプの音をあえてやっていた人なんです。もともと立花はじめさんはプラスチックスにいて、テクノポップの人で、ミュージシャンでありながらこうグラフィックデザイナーとか、とてもスタイリッシュな文化の中にいた人ですよね。そういう人が作り出すサックスの音っていうのが、めちゃめちゃかっこよくて、しかもこれクラシックともジャズともロックともフュージョンともつかない不思議なサウンドだったんです。今聞いてもね、立花はじめさんのこのはじめず H、この H というのと2枚目のアルバムであるハーマイナー、
この2枚、まあ、唯一無二、他に似ている音が見当たらない、とても不思議なサウンドなんですね。アンサンブル自体はクラシックのアンサンブル風なんですけれども、もちろんこのとてもタイトなビートが入っていて、まあ、当時のニューウェーブカルチャーのど真ん中にあるようなこうタイトで、そして機械的な反復なんですよね。まあ、決して立花はじめさんはサックスが上手いわけじゃないんですね。むしろそのあまり上手くないサックスの音というのをかえってこのチープな、まあ、キッチュな雰囲気にね、聞かせることに成功してるんですよね。当時はフライングリザーズとかプラスチックスもそうだったですけれども、技巧を凝らしているというよりもこのシンプルで、まあ、ノリ一発でやっているような、ね、音楽、まあ、いわゆるパンクやニューウェーブのカルチャーっていうものが、この技巧を凝らしたものとか、そういったような、まあ、テクニックみたいなものじゃなくてセンス一発みたいなね、ところが、まあ、あったんですよね。それが本当に僕はハマっていったわけです。全て生音で作ってるにもかかわらず、とてもこうテクノな響きというんですかね、そういう感じがあって、それがすごく面白かったですしね。まあ、それ以降僕は立花はじめさんのサックスの音色というのを、コピーするようになって、その後立花はじめさんはサンプラーを使ったサンプリングミュージックへと移行していきます。まあ、テッキーちゃんとキップルちゃんとか、まあ、名盤をいくつか作るんですけども、まあ、僕もそれに習ってサックスを傍らに置いて、そしてシンセサイザーを買って、サンプラーを買って、シーケンサーを買って、そして、まあ、当時出てきたニューウェーブミュージックへとこう浸っていくんですね。まあ、僕にとってはそういった音楽のセンスの師匠かなと思っているのが立花はじめさんなのでした。その後ね、はじめさんはいろんなタイプの音楽をやるようになって、最終的にはまたバンドサウンドへと戻っていくんですが、まあ、僕はこの80年代初頭のはじめさんの H とハーマイナー、そしてその後の、まあ、テッキー&キップル、そして太陽さんに至る一連のサンプリングサウンド、そういったあたりがめちゃめちゃ好きでした。まあ、本当はね、90年代にこそっと出したローパワーという超絶な名作、ウォーリッツァーというエレピだけで作った作品がめちゃめちゃいいんですけど、僕のフェイバリットアルバムの一つですけれども、まあ、このローパワーに関してはまた別な機会に紹介できたらいいかなと思います。ということで、今日は立花はじめさんの H というアルバムを紹介しました。今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎哲郎でした。